頂天眼頂天眼は金魚の一品種。中国産の金魚で赤デメ菌の突然変異から生まれ、目が頭の頂上にあり天井を向いている。頂天眼の群れ赤デメ菌の突然変異を固定化したもので、デメ菌との違いは目が完全に上を向いているだけでなく背びれも欠如している。目が天を向いているので、頂天眼と名付けられた。 日本にはあまり輸入されていないが、体色が黒、茶、青、キャリコ柄の頂点眼が存在する。これらは黒デメキン、キャリコデメキンからの突然変異であり、中国金魚の専門店で購入ができる。視力は全くなく、嗅覚を頼りに餌を探す。新時代には存在していたとされる。中国で作出の際、先端がすぼんだ瓶の中で何代にも渡り飼育したところ、 横についていた目が光を求めて徐々に上に向くようになったという逸話が残っている。門外不出の金魚の一種であり、宮廷支配層で水泡岩と共に飼育され、朝廷から蜜ぎ物として送られた個体を除いて輸出されておらず、謎が多い。最大の特徴は、頂点岩の字の通り、眼球が髪型に向かって出ている。このことから、 セレスティアルアイゴールドフィッシュの英名が付けられている。また、背びれがなく4つ尾で、銅は比較的長く面白い格好をしている金魚である。原産地の付近では背びれがある頂点岩が飼育されているが、国外への輸出はほとんどない。ありがとうございます。